レンタルビデオ店の店内レンタルビデオとは映画、アニメ、テレビ番組などの作品が録画されている映像ソフトを有料で貸すサービス。無人の自動レンタルビデオ店もともとレンタルビデオ業はレンタルレコード業に橋を発している。レンタルレコード業はレコードを借りた本人が自宅でカセットテープに録音することを暗黙の前提にしており、当初、 著作権侵害の可能性があり、レンタル業そのものが違法であると問題視されていたが、利用者の増大に伴いレコード業界と和解、レコード業界にレンタルレコード店が一定の料金を支払うことにより決着した。その後、映画ビデオにおいてもレンタルが始まった。ビデオの発売時期は映画工業の時期よりかなり遅れるとはいえ、旧作品に関しては名画座より安価で、 自宅に置いて好きな時に干渉できることや、またソフトを購入する場合と比べれば、さらに割安感があったことから、急速に売り上げを拡大していった。これにより、家電メーカーは、再生期としてのビデオテープレコーダーの売り上げを伸ばすことになる。ビデオのレンタルを行う店には、様々なジャンルのビデオが並べられている。特に、最新の人気映画以外に大きな場所を占めているジャンルに、 成人向けビデオがある。アダルトビデオは、レンタルの回転が早くて、利益率も高いため、レンタルビデオ店の経営には大変重要な位置を占めており、アダルトビデオ専門のレンタルビデオ店も存在する。初期には、小西録写真工業が、DPE 特約店網を使い、カタログ注文形式によるレンタルを試みたが、割高。 煩雑なことと、この形式だとよほど品揃えが充実していないと、顧客満足を与えにくいことなどから短命に終わった。このスタイルは遥か後年のネット時代にこうしている。レンタル期間は一般に2泊3日、7泊8日などと表現される。具体的には、7泊8日の場合だと、貸し出し日の翌週の同曜日の閉店時間までとなるが、閉店時間が過ぎた後も、 返却ボックスと呼ばれる時間外返却受付サービスが行われていることが多いため最大で返却予定日の翌朝の開店時間前までが貸し出し期間となる貸し出し時に決められた期間を超過して返却すると延滞料金を徴収されるまた来店の手間を軽減するため郵便などを用いた宅配レンタルもある1977年12月 ロサンゼルスの12011ウィルシェアブルールバールにジョージア・トキンソンが最初のレンタルビデオ店を開業したと言われるが同時期にニューヨークでレンタルビデオ店を開業したアーサー・モリウィッツの方が早かったとの説もある1978年に25ドルの会費と3泊5ドルでビデオを貸すビデオムービークラブオブスプリングフィールドが作られこれは後に 米国最大のビデオレンタルチェーンの一つ、ファミリービデオとなった。レンタルのビデオテープが高価であることから、1990年頃から PPT システムと言われる方式が登場した。これは映画の興行収入モデルをベースにしており、映画制作会社からソフトの使用許諾を得たリース会社は、レンタルビデオ店に対してソフトのリースを行い、レンタルビデオ店は、 貸出実績に応じて売り上げの中からロイヤリティをリース会社に支払い、リース会社は制作会社へ使用料を支払う。このシステムにおいて制作会社は通常の販路ではソフトの売り上げが期待できない作品でもある程度の収入が期待でき、また作品ごとに貸出回数や客層などの統計情報を得られるメリットがある。レンタルビデオ店では一本あたり 平均8000円から1万円かかる商品が1000円、条件によっては0円で仕入れられるため、資産として購入するより安価にソフトを揃えることができる。これにより、著名な作品は大量に投入して、顧客の満足と売り上げを確保できるとともに、知名度の低い作品も低リスクで幅広いジャンルの投入が可能となり、バラエティに富んだ売り場を構築することで競合店との、 差別化を図ることができる。また、リース期間終了時には、売り上げの良いソフトは買い上げて、時点の在庫とし、人気のないソフトは返却して、不良在庫としないメリットもある。その一方で、通常は仕入れにかかったコストを焼却すれば、以後の売り上げは、すべて店の利益になるのに対して、リース期間中は、延滞料金収入も含めた売り上げから契約に応じて、 最低保証額以上のロイヤリティを支払わなければならないこと、貸出料金が一定の金額よりも下がらない理由の一つ、貸出実績を管理、報告する都合上ポスシステムが必須となり、導入にある程度の費用がかかること、そしてレンタルショップ側に有利な条件でリースされる作品には著名なものが少ないなどのデメリットもある。販売するメーカーにもデメリットがあり、 供給本数に対してレンタル需要が低いと利益率が低くなる。p p t システム対象作品は洋画、邦画劇場公開作品中心であり、アニメ作品においては p p t の利用は少ない。2008年まではアニメ作品において p p t システムの採用は少数であったが、2009年以降ソニーピクチャーズが TV 放映作品を PPT で供給を開始以降は増加。2010年以降 a b ク x ジェネオンの一部の TV 放映作品において、PPT による供給が開始されている。2011年から大手映画会社東宝、2012年に小畜とワーナーが参入し、供給本数に対する比率が増加しつつある。大手映画会社系列では、中小ビデオメーカーが、 DVD 発売元となり大手企業の映画会社の販売網で PPT 方式を利用する形態となっていることが多い。なお、PPT はレントラックジャパンにおける故障であるが、業界内ではある程度通用する。レンタルチェーンのジオでも当初は PPT と故障していたが、現在ではレベニューシェアリングという名称を使用している。 ただし RSS の仕組みは PPT と非常に似通っている。DVD の登場2000年頃からレンタルのメディアがビデオテープから DVD への移行が開始した。DVD は小スペースであるだけでなくビデオテープのように巻き戻す手間が必要ないこと、読み出しが非接触式のため繰り返し再生しても劣化が起きにくく画質、音質も良いこと、洋画では字幕。 吹き替えごとに在庫を持つ必要がないなど、ユーザーとレンタルビデオ転送法にとって利点があった。これらの利点は大型店舗で顕著である。DVD 以外の企画では2005年7月から UMD ビデオのレンタルも開始されたが、再生機器は PSP のみであるため普及しなかった。DVD はビデオテープに比べると、 機械的なトラブルは起こりにくいが、データ記録面全部が常に露出しているため一つの傷が再生に致命的な影響を及ぼすことがある。また、粗悪な再生機器に起因する相性問題も発生しうる。前者については、軽微な傷ならば、研磨によって再び再生できるようになることが多い。しかし、信号面の保護層が薄いため、1から2回が限度と言われている。 これらの問題を解決する一つの方法として、製造段階で傷がつきにくくするハードコーティングを施した商品も現れた。ブルーレイディスクの登場北米では2007年6月に、ブロックバスターが2008年2月に、ネットフリックスがブルーレイディスクの本格導入を発表した。国内では2007年12月、ゲオラにより試験レンタルが行われ、 2008年3月17日に、スタヤ、ジオ両社により、ブルーレイレンタルの全店舗導入が発表される。ジオは4月12日以降に、ワーナー作品48タイトル、スタヤは主要都市10店舗、ワーナー作品45タイトルで開始し、2008年夏までに全店舗で導入した。レンタルレコード店で、レコードから、 コンパクトディスクにメディアが移行した時と同様にレンタルビデオ店はすでにビデオテープで保有していた過去の名画などの資産を改めて DVD で揃え直す必要に迫られていた2020年2月現在多くのツタヤやジオが DVD のみの取り扱いに移行しつつある2000年代に入るとセル DVD 価格の下落で気に入った作品を レンタルではなく直接購入するユーザーが増えてきたことや、過藤競争で貸し出し料金も下落していく傾向にあり、中小のレンタルビデオ店が廃業したり、大手レンタルチェーン参加でフランチャイズ化するといった現象も起こっている。また、店舗で貸し出しする業態以外にも、宅配によるオンライン DVD レンタルや物理的な記録媒体による貸し出しや返却を、 用な内、ビデオオンデマンドによるレンタルサービスも行われており、店舗でのレンタルでは、店舗側の都合で頭から一部の作品を入荷しない、あるいは制作元配給元の関係で、その推薦と承認が得られている店舗だけに作品を流せるため、それ以外の店舗に対しては、店舗側の要請でも作品の出荷を拒否する予算等の関係で、 レンタル店舗チェーンの本部側が作品を流す店舗を限定しているなどの理由により、店舗によっては配置がなく取り扱われない作品も少なくない。現状では、オンライン DVD レンタルや VOD による配信サービスは、こうした事情から生じる不公平や格差の改善という点で、大きなメリットを享受できるものとして期待されている。また、ビデオ市場の売り上げ推移を見る限り、 2005年頃の動画共有サイト映像 YouTube 及びファイル共有ソフトの利用が増加するのと市場規模の縮小が一致しているため違法ダウンロードによる著作権侵害の影響もかなり大きいと見られている。ブロックバスターは米国の大手のレンタルビデオ会社として世界17カ国に従業員6万人の規模を有していたが市場の競争激化の中で経営判断を 誤り2010年に倒産した。ブロックバスターは1990年代には約9000店舗を展開していたが、ネットフリックスなどインターネットを中心に展開する企業に押されて衰退した。ネットフリックスもレンタルビデオ会社として設立されたが、無店舗型経営でインターネットでの注文を受けて発送や変装を行う形態を取った。2007年にネットフリックスは、 動画配信事業に参入。薄型テレビやゲーム機のような様々な機器に対応したり、割安な定額制で需要を拡大した。日本市場では業界の加戦化とともに安い字競争も加速しており、総需要の減少に歯止めがかかっていない。レンタルビデオの売上は2007年の3604億円から2010年の2672億円と、 4年間で1000億円、程度市場規模が縮小した。2020年の市場規模は1041億円と2007年の3割未満にまで縮小している。2020年12月の j ェイ a レンタルシステム加盟店は2776店で、ピークである1995年12月の12454店の4分の1ほどに縮小している。一方、 日本国内での PC や携帯機器向け VOD では Netflix、Hulu、バンダイチャンネル、Gao 等のオンライン動画配信サービスや衛星放送が競合相手であるが、欧米と異なり極端に有料放送加入率が低いことと、オンライン配信の場合、低画質な割に単価がレンタル DVD より高い、配信されている作品の数が動画配信サービスによって差がある。 海外作品は字幕版中心、新作数を比べると、レンタルよりかなり見劣りするということから爆発的な普及に至ってなかったが、2015年頃から急成長し2019年は2404億円と、レンタル市場の2倍程度にまで拡大し、1976億円のセルビデオも上回り映像市場でトップシェアとなった。2020年には、 有料オンライン配信が3973億円まで拡大し映像市場の過半数以上を占めている。ツタヤとゲオの2強で日本のレンタル店の過半数を占めている。ありがとうございます。